はい、どうもお世話になっておりますテッシーでございます。ファイナルファンタジー3続きをやってまいります。炎の洞窟です。ちょっと苦戦していくと思いますがよろしくお願いします。まあここにね、ちょっとステータス画面見えますね。炎のクリスタルが埋まってると思うんですよね。曲もクリスタルですし、鏡の塔があったのが地震が起こって崩れちゃって洞窟ができたっていうドワーフも言ってたんでね。おお、エンカウントなし。来たー、2回で来たー。おおおお、ミルメコ、ミルメコレオ。クロコッタさんは、まあ、前回から出てきていただいてますよね。あのキマイラみたいなやつ、もう色違うやつ出てきてる。うわー強い。どんぐらい、まあ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 って感じですね。うわうわうわ、シグルやばい。シグル狙われてるぜ。なんとか耐えて。あ、黒魔導士の魔法はやっぱり頼りになるわ。ちょっとまあいっか、使っちゃいましょうね。まあ押しまず使う。それでいこう。クロコッタこんなに強かったっけ。シグルは安定の回復。これで倒せるかな。 OK、ライアがいいっすね。ブリザードが順調に効いてるよ。ゴーゴーと。なんとか、エンカウント。なかなかエンカウント。これがね、レトロゲームの、やっぱりね、いいところ?よくねえか。エンカウントがやっぱりちょっと高いんですよね。2回ヒット。先頭倒れてほしい。うわぁ。先頭倒れればよし、火ダメなし。ああ、もう4回使っちゃうのかこれで。まあそっか、2回目の戦闘だからか。まあでもブリザードやっぱり効きますね。結構効いてますよね、炎の洞窟だけに。テッシーの装備がサラマンドソードなんですよね。効いてるのかどうか不明。サーペントソードの方がいいんじゃねえかっていう。あー、これ左ですね。左。あー、こっち正規ルートか、多分。左行っとこうか。多分左ダメージ受ける。305。1、全然大丈夫。あれ、こっちも分かれてるぞ。どうなってんねん。いや、思ったのが、左こっち今進んでるところが宝箱で、下行ったところが正規ルートだと思ったんですよね。でやっぱりちょっと宝箱は逃したくないかなと。あの、全部宝箱取るとかそういったのはやってはないんですけど、やっぱりなんていうか、取っておきたいじゃない。特に FF とかだと、もうそこにしか手に入んないやつとか結構あったりするので、そこをなんとかねって思って
ちょっと節約。いやー、なるほどね。いきましょう。ガンガンレベルアップしていくと、すげー分かれてる、やばい。おっ、ここはいいね。宝箱ハイポーション、オッケー。ちょっと右に何があるか見えないですね。こ、あー、ハイポーション、これは、うわ、ちょっとまあ行くか、仕方ない。おっと、来た、やばい、耐えろ耐えろ、よし。バックアタック結構きますね。バック好きですね。お、バカな、やばい。金の針、ちょっとやられたことないことやられるとパニックになる。そんなことできる、よし。ミルメコレオってやつがやばいのね。なるほどね。クロコッタはただの打撃、筋肉バカだと。やってくれるじゃねえか。ブレイク、石を直す魔法はブリンクでしたっけ。エスナか、エスナは何でも直してくれますよね。それだけは覚えてる。ここまでまあまあ順調ですね。あの自爆野郎が出てくるのが一番きつい。出てきて自爆されたらもうそれまでですから。あー、なんかセキルトっぽいな、ぽいわ。うー、厳しい。よりきついっすね。バックマジ好きだなこいつら。よしよしよし、カスこの野郎。どう、まあまあでもそうですね、これしかないっすね、とりあえず。分かっててもそれしかない。ブリサド使うんだったらシグル前にしなくてもよかったし、そういうとこやねんね。まあどうせボス戦になったらブリザラとかで勝負ついちゃうんでね。でもしそこでブリザラとかやって倒せない状態、消耗戦になって倒せなかったってことはもうレベルが全然足りてないっていうことですから、はっきり言ってしまえば。うん、そういった感じだったと思うんですよね、3って。ポーションか、ここまで来てポーションか。よしよし、まあ SS、 もうこれ上ボスっぽくない？だって、あーやべ、直すの忘れてた。ちょっともったいないけど、これよね、この FF いいね。これ先制攻撃全然攻撃してこない、めっちゃびっくりしてるでしょうね。頭ん対前、やべ先制されたって思うんで、全然こいつら攻撃してこない。
逆に怖い、正々堂々すぎる。当たらんな。ガス。行動早っ。これ倒したね、オッケー。まあポーションいっぱい買っといてよかったっすね。ケアルも結構使えて、さることながら。ああ、まだまだ、これ超怪しいし。ほらね、ハイポーション、ハイポーションが必要になってくる戦闘なのかどうなのか、怖いっすね。ブリザード、この前列後列、やっぱり後列がね、異常に優秀。あれ、後ろだけになる。うーわ、強い。来たね。ウィッツ。これ石攻撃されんのかな。なんかゲームによっては石になったやつ攻撃されたら、なんだったか、英雄伝説だったかな、石攻撃されたら即死、一気に HP ゼロみたいなね。まあそれはそれでいいんですけどね、逆に戦闘不能ですぐ生き返らせられる感じになるんで。よーしよし。まあほんと自爆野郎が出て来ないだけマジラッキーで、あ、もうこれはボス感半端ないっすね。これはもうね、ゲームやり尽くして勘のいい人ならもう分かりますよね。お前もう用意しとけよと、分かるでしょっていう感じですよね、この感覚。もう上行ったら絶対そうっすもんね。ほら、準備大丈夫？大丈夫ね。よし、行こう。来たー、火のクリスタル。これ赤魔同士最初下げとこうね。うわっ、ふわふわふわ。俺様は炎のクリスタルから力を奪い強くなったぞ。だが光の啓示を受けたお前たちを倒さねば本当の炎の力は手に入らぬようだ。悪いがお前たちには死んでもらう。炎の力によってパワーアップしたグッズ号が襲ってきた。上等だ。さら、全然違うやつになってる。サラマンダーになってる。まあ攻撃で、そうっすね、ブリザラ、ここでブリザガですね。南極の風手に入りましたよね。あ、バッカスの酒か。ちょっと待って、先に使ってあげよう。これこれはブリザガで変わらずで、南極の風ここですね。行きましょう。炎、ちょ全体化、なんだと、やばい。ちょっと待って、マジでちょっと待って、ちゃんと考えて。まず
これで回復してあげて、え、ブリザが効かないの、やばい、ケアラですね、これですね、これで白魔導士は死なないはずだから。よし、8回ヒットきた、攻撃力アップしたおかげ、やばい、うわ、聞いて頼む、よし、いやー、ちょっと待ってねちょっと待ってくれない、ここはもうちょっとテッシーに頼るしかないかな。いや本当にもうちょっと待って待って待って、今何した何した、全然覚えてない。これでまずライヤー回復してあげて、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃない、いやマジでライヤーもう捨てるか、シグルは絶対生き残るから、ライヤーは自分で自分回復してあげて、でアシュトはケアルラ、これでよし、お、よかった、一回よかった、これでなんとか、ふう、よしよしよし、これで一旦手が空きますね。いいね、10回ヒットで倒せないだと、バカな。でここでこれも行くしかないですね、ここで決まればでかい、頼む、くー、もう切れたん、いや効かねえし、うわー、もうやばいもうやばい、これはよし、間に合った、もう切れた、もう切れた、厳しいっす、くー、しっくし、やべえ、あと1回ほんと入れば決まる、決まりそうなんだけど、頼む、これは厳しいっしょ、もう攻撃しかないですもんね、ケアルラー使えないですから、でアシトはもう捨てるか、ちょっと待て待て待て、マジでマジで、ポーションはもうテッシーっすね、でブリザラやって、ちょっとでライヤーですね、うわ強い、決まれ、うわ入らん、くっそ、マジか、あてかティッシー全然受けないっすね、ダメだ、あーそっか、アイス装備してるからか、なるほどね、なるほどなるほど、やばい、頼む、おし、アシュトには申し訳ないがなんとかなりました、ありがとうございます、嬉しい、あら戦士になっちゃってる、
ちょっと赤間同士にしよう。光の戦士たちよ、炎の中に眠る光の心をそなたたちに授けよう。炎のクリスタルから称号を受け取った。てん、クリスタルは静かに光を放っている。光の戦士たちよ、光と闇を分かつ者たちよ、この世界に再び希望を。これは一緒ですね。よっしゃ、あ、全開してくれました。で、ここの上、あ、ちょっと上から出れるはずですね。ふう、サラマンダー強っ。光の戦士たちを助けてください。うっ、大丈夫ですか。とっくりの村がもう役立つものがなくなったので、火をつけて焼かれようとしているのです。お願いです、助けてください。何、いや、お、範囲は自分の弱点を変えられる。それを見破る力が学者ならば、グフ。あー、なるほど。ラリホー、ラリホー。とっくる村ですか、次は。はい。おい、角をどっから持ってきたの、お前。ラリホー、2本の角戻った。万歳、ラリホー。いや、入れるやん。ドワーフの角だ。いや、お前、バリア貼っとけって、もう最初から。危機管理だぞ、ほんとに。今度やられたらもう全館注意義務違反でね、もうとんでもないことになるから。これ生き返りは違うね。下出すな。いやー、サラマンダー本当危なかったっすね。あそこでアシュと切ったのは正解でしたね。ちょっと申し訳ないですけど、うん。あれ、ここの岩はなんだろう。またなんかイベントあんのかな、もしかして。あ、生き返ったから白魔導士。けー、まあ、いった作戦もね、大事なんでね。よし、戸惑う。ドワーフの話聞きましょうか、とりあえず。まずトックル村が燃やされると。まあ、あの村ね、燃やしても何の価値もないのにね、やってますな、ハインも。はい。ありがとう。お礼にこれあげる。ギサールに行けばもっとあるよ。魔法の鍵をもらった。魔法の鍵って何なん？ドワーフの宝、お礼にあげる。ムーンウォークで案内する。ラリラリ、おほほほ、うま。あ、これでもしかして、あ、やった、ムーンウォーク超うまかったし、いいね。おお、ちょっと話、これ話聞いてからですよね、やっぱり。ドワーフの宝、役に立ててください、ラリー。おお、勇者の盾。ギサールの野菜。フェニックスの、おおおおおお。ナイト、光の本。氷の本、あ、学者、おわ、学者専用ですね。もう学者になれと言わんばかりの。ガントレット、キラーボー、いい、おお、エリクサ、ラッコアンタム、ここもなんかある。ない、ない。ちょっと待って。ラッコの頭手に入れた、今。ラッコの頭。これはね、確かテレポですね。あの、ダンジョンから抜け出す魔法と一緒の効果ですけど、今から考えれば、ラッコの頭ってめっちゃ怖いっすよね、これ。あー。
ジョブチェンジできますね。持ち物がいっぱいで外せません。マジか。魔法の鍵って何に使うんでしょう。どうしよう。どうしよう。やば。聖なるヤグレートボウ。そしたらこれはキラー棒にしようか。装備できないの？マジで。お前装備できるのグレートボウまでだと。じゃあグレートボウ売ろう。ジョブチェンジが増えてますね。これは楽しみですね。おい、グレート棒なしで、エリクサーラッコの頭。そうっすね。まあ必要ですね、いろいろ。これはもう2つあんのか。やば。ちょっと待って。頭、アイスヘルム、ミスリルのコテ。5個外せないってきついっすね。全員5個持ってるよね。やば。どうしよう。グレートボウ聖なるや。ミスリルの腕は、ちょっとどうしよう。ジョブチェンジしたいね。一個麻酔針かな。そしたらこれ売る。ちょっと待って、1500、そんないいもんなの麻酔針って。ちょっと待って。やばい。小人のパン。4箇所しか空いてないもんね。キラー棒装備できないんだったら売っちゃおっか。狩人にする気はないんで。多分ね、ジョブチェンジで、そうね、狩人ってあるんですけど、カリウドにする気はないんで、もう一回言いました、大事なことなんで。売っちゃいましょう。3のカリウドはそんなね、なんかこれといったメリットがわからないんで、もしその3のカリウドこんなすげえぜっていうのがあったら、まあメールでも、ツイッターのダイレクトメールでも何でもいいんで、いただければと思います。それで、装備解除。よし。まあちょっと見ましたけど、はい、新しいのが狩人、ナイト、学者、シーフとなっております。ナイト行きましょうね。鉄士、戦士、ジョブチェンジしますか。はい。おお、鉄士いいね。ちょっとかっこよくなった。まあナイトといってもね、普通に戦士タイプで、サラマンドソード、これ右手にサラマンドソードなんですよね。それがサーペントソードで、頭がアイスヘルム。装備は変わんないですけどね。あ、それナイトの鎧ってのがありましたね。手に入れたんで、これ装備できますね。おお、防御めっちゃ上がった。腕がガントレットですね。いいっすね。これよ、このジョブチェンジ。これがテンション上がる。勇者の盾もいらないですね、そしたら。これはいらない。
アイサーマーも、もういいっすね。ミスビルのことももう大丈夫。で、2番目、シグルを、もうちょっと、あれですけど、これをね、学者にします。はい。学者。本が装備できます。本を使って殴ると。光の方がいいっすね。光にして、左は炎。めっちゃ攻撃力高っ。72。学者の服強っ。学者の帽子いいね。ミスビルは多分腕輪じゃないとダメなのかな。まあ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 。攻撃力72、むちゃくちゃじゃないですか。でテッシーより高いですからね。強っ。命中率70。まあ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 。この学者がね、見破るっていう能力がありまして、それがなかなか強いんですよね。まあ、魔法使いは据え置きだと。はい。よし、よし、強くなった。ミスリー一応取っとく？使うかわからんけど。よし、よしよし。よし、オッケー。あ、ちょっと時間、ちょっと夢中で過ぎちゃいました。はい。ここまでご視聴いただきありがとうございます。トックルの村が襲われそうということだったので、次回の動画ではトックル村を救いに行きたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次回の動画に移動よろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。